せーの、つばきファクトリーです。この度、朝倉キキちゃんの卒業公演が決まりました。決まりました。はい、私朝倉は4月2日に幕張メッセ国際展示場で行われるハロープロジェクトひなフェス2023、つばきファクトリープレミアム朝倉キキ卒業スペシャルをもちまして、つばきファクトリーおよびハロープロジェクトを卒業しますということで、もうお知らせをしてしまったということは、始まってしまったんですけど、やっぱこう春に卒業っていうと、あの新生活が始まったりとか、またこう新しい道に進む方もいる中での私が卒業になるので、まあ、そんな方たちのまたエールにれたらいいなって思いますし、つばきファクトリーとしては最後のパフォーマンスになるので、ぜひたくさんの方に今の12人の集大成をお見せできたらいいなって思います、ね、この4月2日のひなフェスがこの12人では最後のライブになりますので、私たちも気合十分で頑張りたいと思います。ということで、以上つばきファクトリーでした。ハロステ、今回のお相手はモーニング娘。23の岡村ほまれと、ジュースチュースの工藤ゆめです。今回はこの2人でお送りしていきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、私岡村ほまれなのですが、先日ホームページで発表がありました通り、あの首を痛めてしまっていまして、今日はあの工藤ゆめちゃんの方をしっかり見たりうなずいたりすることができないんですけれども、このままの姿勢で今回はお届けしたいと思います。よろしくお願いします。さて、現在ハロープロジェクト2023ウィンター2オブアスが開催中です。はい、回ってきましたが、ゆめちゃんどうですか？ジュースチュースはこうビヨンズさんと回らせていただいているんですけれども、こうグループのカラーがガラリと違うので、本当に表情豊かだったりとか、なんか表現の仕方も違うので、そういう部分ですごくいっぱいを刺激受けて楽しいコンサートとなっております。はい、モーニング娘。23はお茶ノーマの皆さんと一緒に回らせていただいてるんですけど、やっぱりなんですかね、あのハロープロジェクトの中では、お茶ノーマの皆さんが一番新しいグループなので、すごくフレッシュだなと思いますし、それに負けないようにモーニング娘。23も頑張っています、はい、今週末は中野サンプラザで公演があります。お楽しみに。はい、そしてジュースチュースは2月28日に振り替公演となるジュースチュースコンサートツアーフィナールヌーベルバーグを日本武道館で行います。当初予定していた日程より、あの約3ヶ月ほど間が空いているので、その間にこう筋トレしているメンバーがいたり、あとはそうですね、こう映像をいっぱい見て勉強しているメンバーがいたり、本当にいろんな取り組みを各自が行っているので、その成果がいっぱい出る公演になったらいいなというふうに思います。それではまずこちらの映像をご覧ください。どうぞ。ミュージカルやフラッシュモブみたいな、エビデン
中が注目するグレイテストショー、銀河系一ポップでホットなドラマティックラブコメディ、主役はもちろんイチュモーニング娘。23の岡村ほまれとジュースジュースの工藤ゆめがお送りしているハロステ、ここからは少しお互いのことを話していきたいと思います。私からいくつか質問をするので、あんまり考えずにパッとテンポよく答えていきましょう。はい。もうすぐバレンタインデー、自分へのご褒美チョコで狙っているのはどんなもの？メンバーからのチョコ。うん。現在開催中のハロープロジェクト2023ウィンター・トゥー・オブ・アスで話してみたいメンバーは、ディオンズの里吉歌乃さんです。この冬個人的に大ヒットだったファッションアイテムを教えて。大きなイヤリングです。最近おすすめのタコ料理を教えてください。冬だとタコしゃぶです。2023年のジュースジュースにキャッチフレーズをつけるとしたらどんな言葉がいい？ジュー。おー、終わりました。ありがとうございました。はい、ちょっと気になった項目を掘り下げたいと思うんですけれども、はい、おすすめのタコ料理、私からの質問なんですけど、タコしゃぶ？タコしゃぶ初めて聞きました。そうなんです。もうそれこそお肉をしゃぶしゃぶするときに、タコの薄いスライスを買ってきて一緒にこうしゃぶしゃぶするのが一番お手軽かなって思うんですけど。お家でできるんだね。全然できると思います。あと、ポン酢とかがおすすめです。いいですね、ありがとうございます、あと2023年のジュースジュースにキャッチフレーズをつけるとしたら、ジュースジュースはこう結成10周年を今年迎えて、なのでこう10っていう数字がすごく今年大きいんじゃないかなって思うのと、あとは今絶賛メンバーもちょうど10人っていう、その奇跡もすごく感じているので、まあファンの方に10個以上はメンバー1人につき10個以上いいところいっぱい見つけていただけるように頑張りたいなって思います。素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。岡村ほまれちゃんへの質問は VTR の後で。ハロステ、モーニング娘。22 Swing Swing Paradise No on Sale。椿ファクトリー、間違いじゃない、泣いたりしない、2月22日、オンセール。
椿ファクトリースキップスキップスキップ、2月22日オンツアーよ。椿ファクトリー君と僕の絆 Featuring キキ、2月22日 On Sayo。 ハロステ。続いては私から岡村ほまれちゃんに質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 お願いします。お肉が大好きな岡村ほまれちゃん、はい、このハロステの配信が2月8日なので、明日2月9日は肉の日ということで、食べたいお肉の種類と部位は牛肉のトモ三角。トモ三角、今密かに頑張っていることは何？ご飯の時に野菜から食べること。モーニング娘。23になって1ヶ月、モーニング娘。22の時と変わったなと思うところはどこ？人数。次のコンサートでやりたい髪型は？くるくる巻きのハーフツイン。かわいい。モーニング娘。とハロープロジェクトは今年25周年、25歳になった時どんな岡村ほまれでいたい？落ち着いた大人な岡村ほまれ。はい、ありがとうございました。そうですね、はい、やっぱほまれちゃんといえばお肉なので、ちょっと気になるお肉の種類と部位で、はい、なんとか三角は何でしょうか？そう、トモ三角、私あんま部位は正直言って詳しくないんですけど、そうなんだ。トモ三角は結構脂身が多い部分で、なんですかね、普通のお肉の部位に比べたら結構希少部位とかそっちの方に入るのかなと思うんですけど、なんか脂の濃厚な感じが好きな人にはぴったりの部位だと思うので、ぜひゆめちゃんも食べてみてください。がっつりいきたいと思います。はい、はい、そして続いて、そうですね、今密かに頑張っていることは、はい、そう、サラダから食べるっていうのが、私意外とそのご飯いただきますした時にやっぱメインから食べてしまうんですよ。よくなんか野菜から食べるといいみたいなことを言うじゃないですか。なので密かになんですけど、ちょっと頑張ろうかなっていう風に思っています。わー、素敵です。こんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。ハロステ、この後も続きます。モーニング娘。23の羽賀茜です。先週の続きを作っていきたいと思います。今日は何を作るんですか？はい、今日はエッグベネディクト、はい、エッグベネディクト、おお、食いしん坊ですね。フルーツ系はめっちゃ好きです。あ、いよいよエッグベネディクトに突入していきたいと思うんですけど、ポーチドエッグを作っていきます、はいはい、いくつかポイントが、はい、ありますので、はい、卵はできる限りちょっと早めに出しておいて常温に戻しておいてください、はい、で結構卵ってこの温度の差でいろんな形になるので、結構この管理が重要になってきます、はい、お湯を沸かしていくんですけど、ここにお酢を入れます、はい、これ白ワインビネガーなんですけど、はい、これを入れておくと卵がね、まとまりやすい、白身があんまりこうバラバラにならない。そうなんだ、はい、卵を入れやすいように、はい、小さい、ね、お皿に入れて、はい、では準備万端なので、はい、いよいよやっていきたいと思います、はい、まずこうやってねぐるぐる回します。でこの水の流れを作って、水の流れこうなると卵をこそっと落とすと卵がね、ここ、あ、なるほど、卵回ってくれるんです。卵白が逃げていかないんです。でちょんってやるとこう広がっていっちゃうんです。なるほど。先生これ回してるんで、はい、そこにこうゆっくりそーっと、そーっと、はい、はい、入れるよ。ゆっくり、はい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 、もうどんどん、はい、はい、はい、おお、すごい、ちゃんと本当に卵黄に卵白が巻きついてる。すごい。これが技で。これ一人でやるときは、なんかもうこうやって左手でひゅって握ってる。なるほど、時間勝負。お好みなんですけど。やっぱりこう切った時に卵黄がドローンと出てきた方が映えるじゃないですか、うん、はい、だと美味しそうに見えるんで、はい、だいたい2分ぐらいが。これでも何でも使えるんで、はい、なんか普通に何だろうな、トーストの上とか乗っけても、なるほど、あとサラダの上とか、はい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 、シーザーサラダ、はい、はい、
うわ大丈夫かなこれ。よいしょ。うわー。やー。はい。はい。そうですそうですそうです。ちょっとはい。うわー。いい感じですね。これはこれ自分で作れたらめっちゃ嬉しくなっちゃう。おーみたいに。はい。一人で挑戦です、はい。頑張ります。はい。いやーできるかな。左手から左手で。はい。迷って躊躇すると、はい、ビロンってなっちゃうんで、はい、もう勢い。そう、もうちょっとトルネード欲しい。トルネード、トルネード欲しい。はい。いけ。はい、そこでもう真ん中あたりに。はい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 。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。優しく。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じになってきたかも。うん、あ、すごい。かわいい。なんか。タイマー大丈夫ですか、タイマー。あ、失礼しました。やばいやばいやばい。可愛いから見ちゃうんですよね。見ちゃいます、これは。皆さん気をつけてください。ね、タイマー2分大事です。はい、あ、待って待って待って。あ、そうそう、ほら、油断したらもう。油断したらダメだ。あ、もう触らない、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 触らないで、触らないで、ゆっくり周りを。周りを、あ、油断しちゃいけないです、これは。あ、ダメ、カメラとかも見ちゃいけない、見ない。私今日カメラも見ない。悔しいな。はい、来ました、来ました。はい。おー、大丈夫。なんだこれ比べちゃいけない先生。あ、裏にしたらいい感じじゃないですか。うん、意外に大丈夫ですよ。いい感じだ。先ほどあの綺麗にしたアスパラなんですけど、はい、これとベーコンね一緒に焼くで、ベーコンから油出るので、その油をここにねつけてあげたんですけど、これをフライパンで焼いてもね火が入らないので、レンジで。へえ。いけるんですね。1分ぐらいでいけるので。なるほど。全体にパラパラパラっとかけて、でゴリゴリゴリ。ゴリ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 、はい、はい、でこの中に入れて、はい、こう袋の中に入れてレンジするときに、あの、まあ、蒸してるのと同じ状態になるんですけど、アスパラの水分は少ないと思うので、はい、こう濡らした紙を少し入れてあげて、はい、空気があのないと膨張するんで、バカッと、なんか ふわっとした感じ、はい、それで1分、はい、だからひょっとしたらちょっと入りすぎるかもしれないね。3,40 秒ぐらいで一回様子見てみましょうか。匂いしてきた。アスパラの。わかりました。あ、してきた。ね。ちょっと今これで40秒経つんで。はい。開けてますね。あ、結構ね、あ、いい感じ。ジュージューしてる。はい。触って、で、すごい、すっごい熱いんで。はい。なんですけど、まあ、今、先生触った感じは大丈夫そうなんで、これで。はい、ね。柔らかくなってる。柔らかくなってる。すごーい。はい。やっぱ斜めに切った方がね、こう断面見てかっこいいんで。うんうん、はい。マフィンは、はい、あの、これ半分に。あ、いけました、ね。はい。先にちょっとパンを焼きますか。はい。はい。はい。パンはね、あんま音が出ないんですよ。焼いてると。実はフライパンものすごい熱くなってるのに、あの、ジュージュー言わないで、油引いちゃダメですか、ね。油引いちゃダメです。絶対油引いちゃダメです。はい知ってたかのような感じですね絶対に油を引いちゃダメです皆さん焼いてる間にこんなこと言うのもなんなんですけど、はい、食パンとかは生で食べる。あ、そうなんですね、はい、もう何も乗せないでパンだけ、パンだけ生で、焼かないで、焼かないでふわふわな、つけるとしてもジャム、はい、あ、そっか、フルーツ好きだから。そうですね、あ、いう感じです。じゃあ何味をつけるのか。リンゴ。おー、リンゴジャムが好きです。やっぱりそれはおばあちゃんが作る。長野愛が世界で一番美味しい。あ、おばあちゃん作るんですか。おばあちゃん作るんですよ、リンゴジャム。最高じゃないですか。そうなんですよ、めっちゃ美味しいんです。ちょっとやってもいい。あ、いいですね、こっちも、うん、もういいですね、はい、おお、メンバーとかにも結構リンゴを生で配って。あ、リンゴ生で送られてくる。リンゴね、リンゴそのまま。なるほど。で、あの、食べきれなかったやつはこうジャムにしてくれるから、とか、そうです、そうです。それをまたゆっくり楽しむ、はい、そうです。お、もう、もういいかもしれない、はい、あ、本当だ、綺麗に、うん、ここに一回入れて、はい、はい、あ、綺麗、こんがり、中火ぐらいでいいですね。はい。で、これは油、はい、ちょっとですね、ベーコンからも油入ってる、はい、はい、アスパラから、はい、うん、うわあ、いいですね。いいで、ちょっと寄せてベーコンも。はい。うん。はい。いい音。色目をつけたいので、あんまこう揺すらないで、はい、割とほったらかしっていうか、この状態のままで。はい。で、なるべくもう、あの、片面だけ色がついたら、うん、もうひっくり返したら
もうそんなに火入れなくても大丈夫。わかりました。このベーコンから出てきた油をアスパラに絡めるみたいな。なるほど。うわ、でもこのベーコンパチパチしてる。もうバッチリなんで。うわー、美味しそうな。もうこれで OK ですね。パリパリベーコン。はい。いけてますね。はい。はい。おー。うん。楽しみですね。はい、完成楽しみです。はい、料理は私は、うん、最近ちょっとずつ自炊を頑張っているんですけれども、最近の力作は三色丼っていう、すごいご飯です。丼ぶりのご飯なんですけど、うんうんうん、ほうれん草と卵とひき肉で作りました。料理しますか？すごいですね。私岡村は、うん、あんまり料理やっぱ両親に頼ってしまうところが。あるんですけれども、うん、朝ごはんの朝食に、うん、まあ、ベーコンを焼いたり、おあと頑張って目玉焼きを焼く時もあります。うん、はい、食べてみたい。精一杯の料理です。ハロステ続いては胸に響いた歌詞発表会です。はい、私の好きな歌詞なんですけれども、うん、モーニング娘。16のザビジョンでサビの楽しむことは人間の義務なんだよという歌詞がありまして、うん、そこがすごくなんて言うんだろう、あ、人生楽しんで頑張ろうっていう風に思えるすごく好きな歌詞です。素敵です。はい、私はベリーズ工房さんのじりり来てるから、大人ならば泣かないのというフレーズがすごく心に響いたんですけれども、なんかこう大人ならば泣かない、確かに大人って泣くイメージあまりないなって小さい頃思っていたので、そのフレーズがすごく今でも頭に残っています。ということで VTR をご覧ください。どうぞ。胸に響いた歌詞発表会。このコーナーではハロープロジェクトの楽曲の中から自分の胸に響いた歌詞を発表し、その魅力を語っていこうというコーナーです。ハロステをご覧のあなたにもその魅力が伝わればいいなと思います。今週は私アンジュルムの松本若菜が発表します。ではこちら。君の代わりなんていない、だって同じ人はいないじゃない、枯れそうなら水をあげるから、ジュースジュースさんのジョーロという曲なんですけど、この曲は全体を通してすごく温かみのある雰囲気の曲で、その中でこのメッセージ性のある歌詞なんですけど、なんか花と例えて、でも人、何ですか、擬人化って言ってるんですかね、難しいんですけど、なんかお花と人間をこう兼ね備えてる歌詞っていうのがなんかすごく印象的で、なんかびっくりして、それなのにすごく胸に響くと言いますか、なんかこれはこう自分がこう人と意見が違うなと思った時とかも、同じ人がいないから当たり前じゃないかって気づけて、なんかそれこそ自分の好きとか自分の意見をこのまま貫いていこうって思えた曲です。それこそアンジュルムはなんか一人一人個性があって、こうみんながみんな同じじゃないので、なんか一人一人花があって、すごくそれもこの歌詞に合ってていいなっていう風に思いますね。なんかこの最後の枯れそうなら水をあげるからっていうのが、なんかすごく寄り添ってくれて励まされるし、なんかその支えてくれてる感じが、なんか安心感があってすごく温かいなって、素敵だなって思いますね。この曲はこうあったかくて、こう幸せな気持ちにさせてくれる曲だなっていう風に思うので、ぜひたくさん聴いてみてください。以上、胸に響いた歌詞発表会でした。ハロステモーニング娘。23の岡村ほまれとジュースジュースの工藤ゆめがお送りしているハロステ。さて、オープニングでも少しお話ししましたが、ジュースジュースは2月28日にジュースジュースコンサートツアーフィナール、ヌーベルバーグを日本武道館で行います。ありがとうございます。はい、秋ツアーのファイナル公演として日本武道館を予定していたんですけれども、秋ツアーからだいぶ月は経ってしまいましたが、こう秋ツアーに足を運んでくださった方も、あー、すごく楽しかったなって、こう思い出が溢れ出るような公演にしたいですし、初めて見るよっていう方にも、あー、これからのジュースジュースとっても楽しみだなと、期待を膨らませていただけるような時間をお届けできるように精一杯頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そして毎年恒例になりましたひなフェスが4月1日2日に幕張メッセで開催となります。はい、はい、この幕張メッセという大きい会場でいろんなプレミアム公演も予定していますので、すごく楽しみです。はい、そしてひなフェスに先駆けて3月18日からはハロープロジェクト2023スプリングシティサーキットがスタートします。
モーニング娘。はあの前回のツアー秋ツアーと、うん、同じく25周年を記念したコンサートとなっております。はい、ジュースジュースもこう結成10周年を迎えたのを記念してテンスジュースと書いてジュースジュースという風にタイトルをつけていただいたので、それにぴったりなコンサートをお届けできたらなという風に思います。さて続いてご覧いただくのは12月31日に行われたハロープロジェクトイヤーエンドパーティージュースジュースプレミアムからキープオン上昇志向をご覧いただきます。はい、この楽曲はこう10人でのユニゾンがすごく多いので10人ならではの歌声をいっぱい感じていただけたらなというふうに思います。それではご覧ください。どうぞ。Oh,
くいくって私は信じてるよ。モーニング娘。23の岡村ほまれとジュースジュースの工藤ゆめがお送りしているハロステ、そろそろお別れの時間となりました。ここでお知らせです。モーニング娘。72枚目のニューシングル、そしてモーニング娘。トゥートゥーコンサートツアーネバービンベターアンコールがブルーレイで発売中です。そしてジュースジュースコンサートツアーテルツォビスのブルーレイも発売中です。そしてハロープロジェクト2023ウィンタートゥーオブアスが現在開催中です。今週末は中野サンプラザでの公演です。会場でお待ちしております。ジュースジュースは2月28日に振り替公演となるジュースジュースコンサートツアーフィナールヌーベルバーグを日本武道館で行います。3月からはハロープロジェクト2023スプリングシティサーキットが開催されます。全国各地をたくさん回っていきますので、お近くの際はぜひお越しください。4月1日2日に幕張メッセでひなフェス開催されます。そして里山里海が提唱する新たなイベント、カーボンニュートラルを考える2023も開催されます。私たちができることは何か、里山里海ムーブメントではカーボンニュートラルと私たちの生活について考えます。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだ気が抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回の相手はモーニング娘。23の岡村ほまれとジュースジュースの工藤ゆめでした。さようなら。